若君はモノマネ界の女帝友近がレーザーラモン RG と共に参戦。披露するのは低音スク堀内孝雄の都会の天使たち。今回はモノマネ紅白あるあるを替え歌でお届けします。この街に眠りの天使たちが朝のビリビリ疲れて夜を運ぶ悲しみのベッドで目を閉じれば音声メイヒー昔へそれでも帰れるあるある言えるはず。あるある言うことさえも切ないなら生きて生かれ。モノマネ紅白あるある言うよ。今田さんモノマネより貸し褒めがち。さっきも褒めた。さあまずはですね、白組はモノマネジャニーズ軍団でございますけれども、城島さんはえらいなんか空気抜けてますけれども。空気城島です。マジで空気抜けてる。そして木村拓哉さんですね。よっしゃ、ありがとうございます。いや最近のよ、ね、最近でございました。一人でライブやられた時の歌い方っていうのはあの感じやった。さあそして大野社長。いやもう年々体が硬くなってきてるからね。いや動きが一人だけ本当に。もうあと桜井君とのツーショットはもうあれ親子にしか見えなかったんで。いやいいですよ、ちょっと年齢差が。いいえいいえ。さあ友近さん、はい、久しぶりでございますけれども、今回は K ウースクさんを引き下げて、はい、さすが、さすがの貫禄。堀内ベイヤンさんと一緒に。ベイヤンさん、はい、途中ほんま俺これ何を聞いてんのかなみたいな。モノマネ紅白あるあるのもう会議をスタッフとやったんですよ、はいはい、でいっぱい出して、はい、ジョイ君はしゃぎがちとかいろいろあったんですけど、はい、そんなのやっぱり 今田さんがどのモノマネ終わった後もええ歌詞やなって言いがち。いや確かに、はい、歌詞褒めがち。いつも歌褒めてますよね。いや聞いてるだけやとほらちょっと何言ってるか分からん時あるでしょ。でモノマネ紅白はやっぱりスーパーで歌詞が出るんですよ、はい、で改めてモノマネ聞きながら歌詞を見てると、はい、歌やな。褒めがち。いや褒めがちやねん、褒めてんねん。ジャッジメント、どうだ。